みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画は百竜夜行の詳細を解説していきます。百竜夜行のシステムはタワーディフェンスと呼ばれ、別名では防衛ゲームと字のごとく砦を守る仕組みです。大まかな流れは以上の通りです。1. モンスターを攻撃するユニットを設置する。2. ゲームはウェーブという単位で行われ、ウェーブが始まるとモンスターが入り口から登場し、目的地に向かって行進する。3. 設置されたユニットで攻撃を行う。1ウェーブの敵を全て殲滅させるとウェーブクリアとなる。プレイヤーは次のウェーブが始まるまでにユニットの増強を行う。4. 2と3を繰り返して行う。5. モンスターが砦を破壊するとクエスト失敗となる。全て殲滅させることができればクリアとなる。それでは実際のプレイを見ながら確認していきましょう。まずは開始画面。モンスターは4体同時です。モンスターに表示されている3色のアイコンは、赤は強襲タイプでハンターを優先して攻撃、緑は射撃タイプで遠距離攻撃がメイン、青は破壊タイプで設備などのギミックの破壊を優先します。左の表示はクエストの報酬に影響するものです。この部分はクエストをリタイアした場合にも影響し、ある程度意識しておいた方がいいかもしれません。左下に表示されているのが砦レベル。モンスターを撃退するとレベルが上がり、新しく設置できるユニットが解放されてきます。ここからは実際のプレイを見ながら説明をしていきます。クエストが開始したらまずは準備時間2分間でユニットの設置やアイテムを回収します。ユニットは大きく分けて3種類あり、バリスタや大砲など乗って操作する搭乗型、それらを NPC が操作する自動型、モンスターを拘束する制限型の3種類です。そして戦術した砦レベルにより設置できる種類が増えるという仕組みです。各ユニットは設置できる個数が決まっています。左下のマップで設置ができるところは白色、すでに設置済みは灰色で表示されます。設置方法は A ボタン、長押しでユニットの破棄もできます。他のプレイヤーが設置した数も表示されるので、バランスよく配置するか特化させるかは腕の見せどころです。準備が完了したら準備時間をスキップすることも可能です。過去の動画にはなかったですが、お供も同行できるようです。それでは第1波で流れを見ていきます。基本的に武器の攻撃ではなく設備を利用していきます。すべて撃退するか、左上の時間砦を守りきれば終了です。画面内のメーターなどを説明していきます。画面下緑色のゲージはユニットの耐久力、これが0になると破壊されます。他のユニットも同様に表示されます。画面中央黄色のゲージはユニットの回復時間、現在の画面の場合中央に爆弾が出てきます。条件は不明ですが、イオリやお供も参戦してくれます。過去作のバリスタと違い、さまざまな弾を撃つことができます。モンスターを退ける交代弾、スタンが取れる鉄鋼榴弾、弾は自動的に回復し装填されます。現在の画面では砦レベルが上がり、大砲が使えるようになりました。モンスターを一定数撃退するとサイズの大きい大物が登場します。ハンターを狙ってくるので注意が必要です。大物が登場すると反撃ののろしが上がり、ハンターの攻撃力が大幅に上昇します。効果時間は120秒です。強制的に効果を得られる反撃のドラは60秒と短いです。この間は武器での攻撃を積極的に狙っていきましょう。それでは武器での攻撃をしばらくご覧ください。
ステータスが分かりませんが、ユニットと比べかなりのダメージです。砦レベル3で激流層が解放されました。これが時間なのかモンスターの狩猟数なのかは不明です。こちらのシーンに注目してください。押さえ土に砲台弾、鉄鋼榴弾でスタンの順です。その後通常の攻撃でスタン中にもかかわらず双竜待機状態になっています。砲台弾を撃つ前に双竜の蓄積がされていますが、少し時間が空いています。これがどういう仕組みなのかは不明ですが、ハメに使えるかもしれません。最初の激流層は地面から入るタイプ、ダメージは750とかなり強力です。ただしダウンしない点には注意です。守り切ると第一波が終了です。レベルが上がり、新たなユニットが使用可能になりました。そしてここまでの流れと同様、準備と防衛を行います。ここからは重要な部分を抜粋して紹介していきます。まずは大砲。従来のような一定の場所にしか飛ばないわけではなく、着弾地点を変えることが可能です。爆風により複数のモンスターにダメージが期待できます。溜め電撃弾はボウガンの速射のような弾と大砲が飛んでいきます。一瞬表示されますが、ゲージを貯めると威力が上がるのかもしれません。溜め貫通弾はゲージをすべて溜めて撃っていますが、かなりの威力です。左に表示されている数が最大になるとサブ任務達成と表示されます。メニューの百竜サブ任務達成から終了することも可能です。レベル5では固定式竜炎砲台と破竜砲が解放されています。ユニットの制限型には日の絵と身の戸があり、その群れ終了まで設置が可能です。固定式流炎砲台は弾が2種類、火炎熱線と火炎弾です。火炎熱線はレーザーが射出され爆発が起きます。火炎弾に関しては確認できませんでした。破竜砲に関してはプレイ動画内にはなく、 PV 第5弾に映っていたこれかもしれません。レベル6では速射砲が解放されています。速射砲は他のユニットと違い、弾が最初に装填されていません。時間による自動装填か加速速射弾を撃つと早まります。表示されるのは加速拡散弾と鉄柱子弾、この2つに関してはプレイ動画では確認できませんでした。レベル7ではユニットではなくアイテムが強化されており、灰色の種が爆は嘆くない、青色の種が水冷たる爆弾です。この2つに関してもプレイ動画では確認できませんでした。第1波と第2波が終わると主との対峙です。主の動きは非常に速く、砦がどんどん突破されていきます。プレイ動画では目新しい情報はありませんでした。事前に拘束できるユニットの設置がいいのかもしれません。また百竜夜行では第2波までという選択もできるようです。以上が今回のプレイ動画から分かった百竜夜行の仕組みです。百竜夜行の仕組みは記事にもまとめますので概要からご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ぜひ、こちらの動画もご覧ください。